はい、本日もご視聴いただきましてありがとうございます。助手付きのエンジンかからないということでお電話いただいて、今お客様のご自宅に向かっているところでございます。先日走行ワイヤーの調整ロッドが折れてしまったということで対応させていただいたお客さんです。バッテリーも最近新品になっているはずなので、エンジンかかると思うんですけれども、何かどんな症状が起きているのかちょっと現場に行って見てみたいなと思っております。はい、では到着いたしました。よいしょ。すいません、遅くなりました。ちょっと見てみます。お邪魔します。まずこの湯気を何とかしてもいいですか？この湯気何とかしてもいいですか？これが原因でかかんねえかもしれないから。ああ回ってるな。ああここはいいな。オッケー。そしたら。原因分かりました。原因分かりました。原因分かった。どこだ。いいっすか。ここここの安全ピン、抜け寺。あ、ここ、ここより抜け寺だ。はい、じゃあかけてみてください。でもバッテリーでいいくなったか。だするよ。覚えとけば今度ね、あそこさせるいいから、それでやってみてください。はい、じゃあ戻ります。よかったっすよ。安全にやってください。はい、お邪魔しました。はい、ありがとうございました。はい。ということでございまして、安全ピンが抜けてましたという、ことでございました。電話で、確認したんですけど、大丈夫だべと抜けてねということでしたけども、はい、ということで、無事にエンジンかかるようになりましたということでございました。ご視聴ありがとうございました。スーパースーパースーパー